さあ、では次はいよいよ試し切り対決です。これ頭相当太い笑いを用意したね。太いプラス硬いよこれ。あ、ちょっとこれ紐がちょっとあれですね、やばいですね。いやもう頭失敗させようとそういう作戦ですよ。まあしかしもう兄と私は5ポイント技やっていきますので、ミオさんも今日5ポイント技やるって言ってますので、もう失敗覚悟で挑戦します。では参ります。一票投射開始。角度めちゃくちゃだったな今。しまった、これは0ポイントです。やっちゃったな、ちょっと角度がもうめちゃくちゃだった。まあ、これが勝負ですよ。くそ。じゃあ次ミオさんです。これすごいよね今マジで。Thank you.
稽古中の技を試しにやったんですけど、惜しかった。ミスってんの今？今ミスってます。え、そうなの？はい、全然今分かんなかったけど、まあね、ミスったんですよ。調子がやっぱ悪いですね。あ、ちょっとキレが悪かった。はい、ということで試し切り対決が終わりましたが、まさかの浮田兄弟が失敗してしまったという。そしてミオさんがあの難しい技を一発で決めてしまったという。いやー、恐れ入りました。恐れ入りました。お見事でした。ミオさん、ちょっと私たちにチャンスをいただけないですか。もう一回ちょっとやらせていただけないですか。頼み方っていうのがあります。頼み方、こんな頼み方じゃ、だって失敗してるんですよ。そもそもマスさんはまだ新技を挑戦した、それで失敗してます。いや、でもやっぱり新技を挑戦するところがすごいですけど、いつも切ってる切り方ですよね。そうです、私はもうあの切り方だけを徹底的に練習してやってるわけなので、絶対失敗しちゃいけないんですよ。それを失敗しちゃったんですよ。見てるあの子供たちも絶対残念がってますよ。ですよね。なんでちょっとやっぱ子供たちにかっこいいところちょっと見せたいなと思って、もう一回だけチャンスいただけないですかね。そういう時の丁寧な頼み方というのは、すいません、まずはチャンスをください。はい、すいません。これはもう一回チャンスを与えて挑戦してもらって、絶対に成功してもらうしかないですね。わかりました、はい、ちょっと子供たちにかっこいいところをもう一度お見せしたいと思いますので、もう一度だけチャンスをください。はい、もうぜひお願いします。ありがとうございます。We'll be right back.
でこう止めてもっと早く待ったてで行けたらこう藁がこうバーってなるんですけど、はい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 、ちょっと今まだ遅いんで多分一瞬はこのままやったんでと思うんですけど、ちょっと遅いんでこうなってから当たったんですね、まあ、下からこうねパッと行ったんですけどね、多分ね一瞬はこのままやったと思うんですけどね、本当はこれをねここからねこうバーって入れたんですよ。で藁をこうバーってやりたいんですけど、ポッとした時にね藁がねちょっとまだ僕振りが遅くてこうなっちゃったんですよ。でこの辺でズバーッとこういったんですね。はい、まだまだ修行不足です。はい、なんとか2回目でうまく決めることができましたが、今日はちょっと自分も調子悪かったです。もうちょっとね今調子悪いんでね、ちょっとね1回で決めたかったんですけど、ちょっと残念ですね。反省してます。はい、また頑張って修行します。しかし2回目でうまく決まりましたから、はい、兄も私も5ポイント獲得です。 ありがとうございます。はい、はい、全員が5ポイント獲得ということで。何言ったんですか。え、いや最初に失敗してるんで0ポイントですよ。私がなんで2回目のチャンスを与えたかっていうのは、子供たちに夢を与えるためにチャンスを与えただけで、ポイントを上げるとは一言も言ってません。そうなんですか。そもそもしかも二人とも今日調子が悪い調子が悪いって言って、頭いつも一発勝負言うじゃないですか。はい、鎌術でも2回目チャンス与えましたよ私。そうですよね。次は手裏剣対決いきます。手裏剣対決です。次は手裏剣対決です。